やってます。皆さんお疲れ様でございます。本日は令和3年8月臨時会の府議予定議案につきましてご報告をさせていただきたいと思っております。まずこの令和3年8月臨時会でありますが、8月27日金曜日に召集をさせていただくことといたしました。今年度7回目の臨時会となります。今臨時会に提案する議案についてでありますが、補正予算の1件となります。8月17日に国は本県が緊急事態宣言を実施するべき期間を9月12日まで延長いたしました。さらに1日あたりの新規陽性者数は1000人を超える日が続いており、医療提供体制の逼迫、極めて深刻な状況にあります。そこで当面緊急すべき対応につきまして補正予算を取りまとめたところでございます。予算案の主な内容となりますけれども、まず緊急事態宣言措置期間の延長に伴い、飲食店等の事業者への感染拡大防止策協力金を支給するとともに、感染拡大の影響を受けている事業者への協力支援金を支給するものであります。また急速に増加する新規陽性者に対応するために、酸素ステーションの設置など医療提供体制の強化を行います。さらには生活福祉資金特例貸付の受付期間を延長することによって、生活にお困りの方々を支援をさせていただきます。これらの事業によりまして、補正予算の規模は561億2017万1000円、補正後の累計額でありますけれども、2兆4439億9079万3000円となります。なお、これに合わせまして、報告として専決処分事項の2件がございまして、議案としては先ほどご説明した予算と合わせ3件ということになります。さて、新しいパネルですが、まず新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策についてご説明をさせていただきます。パネルの左側をご覧いただきたいんですが、飲食店等に対する感染防止対策協力金第14期となりますけれども、緊急事態措置として酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等、これは利用者による酒類の店内持ち込みも含みます。これに対し休業を要請をしています。そうではない、それ以外の酒類またはカラオケ設備を提供しない飲食店については、営業時間を午後5時から8時までに短縮をしていただくことが我々の要請でございます。この要請に全面的に協力をいただいた飲食店に対し、売上規模に応じて感染防止対策協力金を支給するものであります。この第14期の期間でありますけれども、9月の1日から12日までを予定しており、支給単価等については直近の第13期と同じ内容になっています。念のため申し上げると、中小企業につきましては、前年または前々年の店舗売上高が1日10万円以下のところについては4万円、10万円から25万円のところにつきましては、4万円から10万円、そして25万円以下は10万円の定額を支給をいたします。また、大企業の場合には、売上高減少額の4割、最大20万円を協力金として支給をさせていただきます。なお、中小企業もこの4割の方式を選択することも可能でございます。次に右側になりますけれども、大規模施設等に対する感染防止対策協力金、これは第5期となりますけれども、こちらについて申し上げます。こちらも
営業時間の短縮等の要請に応じていただいた大規模施設の運営事業者やテナントの事業者等に対して協力金を支給するものでございます。支給対象施設や支給単価につきましては、この直近となる第4期と同じ同様になります。大規模施設につきましては自己利用部分の合計が1000平米ごとに日額単価20万円に日数を乗じ、さらに短縮した営業時間に応じて算出した額を支給をさせていただきます。なお、この施設の中で10以上のテナントが入っている大規模施設につきましては日額2000円を追加で支給します。またテナント等に関しましては、専用の店舗等の面積100平米ごとに日額単価2万円に日数を乗じ、そして営業短縮に応じた時間に応じて支給をさせていただくことになります。次に、外出自粛等関連事業者に対する協力資金、事業費51億5517万5千円についてご説明をいたします。本事業については、令和3年7月から9月のまん延防止等重点措置もしくは緊急事態宣言措置に伴い、飲食店の営業時間の短縮や不要不急の外出自粛等の影響を受けた県内の事業者に対して、本年4月から6月に引き続き、7月から9月までの協力支援金を新たに支給するものでございます。対象事業者や支給金額につきましては、4月から6月までと同様になります。月間の売上が前年もしくは前々年の同月比で 50% 以上減少し、国の月次支援金を受けた県内事業者を対象に、令和3年7、8、9月の売上減少額の範囲内で国の月次支援金の資金額を支給額を控除し、中小法人については5万円を上限に支給するものであります。なお、個人事業者の場合にはこの半額となります。次に、酒類販売事業者等に対する協力支援金、事業費6億7480万円5000円について説明いたします。酒類の提出自粛等により影響を受けた酒類販売事業者等に対して、8月および9月分の協力支援金を新たに支給します。また、影響の長期化を踏まえ、7月から9月分につきましては、支給支援金の給付要件を緩和するとともに、上限額を引き上げます。イメージでご説明します。中小法人等の1ヶ月あたりの場合ですけれども、例えばこの左側、すでに予算の議決をいただいている7月分をご覧いただきたいと思います。議決いただいたのがこの紺と青の部分、紺の部分と国の青の部分ですけれども、売上減少額が 15% から 30%、これまでは 30% を超える場合でしたが、15% から15% 以上、30% 未満、失礼しました、これまでは 30% 以上でしたが、今後は 15% 以上、30% 未満の方についても、給付要件を緩和し、20万円を上限に協力する支援金を支給する形に改めたいと思っています。これまではご発表してきたのは、7月分は 30% 以上と申し上げてきましたが、今後はつまり 15% 以上が7月分の対象となります。また、売上減少額が 90% 以上減少している、この事業者については、上限額、これまで最大50万円と表明してきましたが、これをさらに20万円追加して支給をいたします。次に、8月9月につきましては、緊急事態宣言措置等に伴い酒類の提供に関する要請内容が強まりますので、この20万円のところに10万円を追加で支給をさせていただき、8月9月分として支給する上限額は、結果として売上減少額が 15% から 30% 未満の事業者には、
20万円、県の協力支援金を、そして 30% 以上 50% 未満の場合には県の協力支援金が30万円、そして売上減少額が 50% から 70% の未満の事業者は県の協力資金が10万円と国が20万円、合わせて30万円、そして売上減少額が 70% 以上 90% 未満の場合には国の月次支援金20万円と県の支援30万円、10万円の40万円を合わせて60万円となります。また90% 以上の方についてはさらに20万円が上乗せされて80万円ということになりますが、個人事業主はそれぞれの半額となります。次に医療提供体制の強化の酸素ステーションの設置であります。事業費は41億飛んで223万2千円となります。酸素ステーションは新型コロナウイルス感染者の増大とそれに伴う病床の逼迫に備えて入院が必要と判断された患者の搬送先がない場合、確定するまでの間緊急的に酸素投与を行う施設であります。特に昨今懸念されている自宅療養者の重症化に備えた措置でもあります。計60名分を増床することとし、設置箇所は県内に4箇所、それぞれ15名を予定しており、医師・看護師が常駐して24時間対応いたします。酸素ステーションの機能としては、酸素の投与を行うほか、血中酸素飽和度や体温、血圧を測定し、管理を行ってまいります。この図で大まかな流れを説明します。例えばですけれども、自宅で療養者の場合で、症状が悪化した場合ではあったとします。この場合は感染者の方が保健所に連絡をする。そしてこの連絡を受けた保健所は県の調整本部と協議をし、必要な場合には入院となります。ただこの場合入院先の調整がつかない場合には酸素ステーションに入っていただくために調整本部は搬送の指示をいたします。指示を受けた保健所が車両を手配をし、療養者を酸素ステーションに搬送をいたします。そして入院調整本部はこれで終わることなく、この搬送された方につきましては引き続き入院先についての調整をし、搬送先が決定した場合には改めて車両を手配し、この方を病院に搬送をさせていただきます。酸素ステーションの設置により少しでも療養者の方々の力になり、県民の皆様に安心していただけるよう適切に運用してまいります。次に酸素療法及び抗体カクテル療法の実施です。事業費は10億3758万8千円となります。宿泊療養施設を活用して酸素療法を実施するとともに、重症化リスクが高い軽症患者に対し抗体カクテルを処方するというものであります。大まかな流れをご説明します。酸素療法につきましては保健所が中等症2とで、なおかつ酸素飽和度が 93% 以下、基礎疾患のない患者を確認した後、保健所からの要請に基づいて県の調整本部が選定をし、ホテルに搬送をいたします。県の酸素ステーション、先ほども申し上げましたが、を使う場合には計200名の酸素投与が病院以外で可能となります。また抗体カクテル療法につきましては、宿泊療養施設の一部を臨時の医療施設に特措法に基づきさせていただきます。そして重症化リスクが高い軽症者で、なおかつ発症後7日以内の要件などを充当する患者について、保健所からの要請に基づいて調整本部が治療候補リストを作成した上で治療対象者を選定しホテルへと送ります。一方抗体カクテル療法は拠点病院でも行っているところ、
外来受診者の中から要件に該当する患者を現在でも治療をさせていただいております。治療薬であるロナプリープは1セットで2名の治療を48時間以内に行うことが規則で必要とされています。そこで治療薬の有効活用を図るため、拠点病院からの要請に応じてペアとなる患者を紹介し搬送する仕組みも構築をいたします。次に3番目、新型コロナウイルス感染症の後遺症への対応です。事業費は551万6千円です。新型コロナウイルス感染症に感染すると回復期においてもあるいは回復後もさまざまな後遺症が報告をされています。後遺症の内容についても強い倦怠感、味覚・嗅覚障害、呼吸困難、抜け毛、うつ病、うつ症状など多岐にわたっていますが、これらの後遺症に対する知見は今のところ少なく、後遺症外来を標榜する医療機関もほとんどありません。そこで県医師会と協力をし、後遺症の診療に対応できる医療機関の拡充を図ってまいります。具体的にはまず県内の8つの医療機関に後遺症外来を標榜していただきます。そしてさまざまな後遺症に悩む患者の診療を行い、診療時の事例を蓄積をしてまいります。8医療機関につきましては、おおむね全分野に対応する医療機関のほか、呼吸器科、耳鼻科、皮膚科、精神科などを県医師会に調整決定をしていただき、県民がアクセスできるよう、県のホームページにおいて公表いたします。これらを整え、10月には8医療機関での外来の開始が予定をされております。また医療機関において診療現場で症例を蓄積する場合には、この診療の指針となる症例集を作成をしていただき、多くの医療機関で後遺症の診療が可能になるようにしてまいりたいと思います。県医師会から会員の医療機関に対し、積極的に後遺症外来を行うよう働きかけもしていただきます。この検討会で症例集を検討を経て、2月末には症例集を完成をさせ、県としても横展開をしていく予定でございます。私どもからは以上です。幹事社さん、よろしくお願いいたします。はい、幹事社を務めます毎日新聞です。よろしくお願いします。医療提供体制の強化の ② の酸素療法および抗体カクテル療法の実施のこの図の中 の、 中等症2の酸素飽和度93以下、基礎疾患合併症なし、この方は、以前の点数表では6点になるはずで入院調整の対象者となると思うんですが、今後はもうこの方は入院、こういうような方は入院ではなくホテルで酸素必要だった酸素、ホテルで酸素療法という形になるんでしょうか。93以下で基礎疾患のない方であります。基礎疾患のある方は当然これより慎重な対応が必要ですけど、これはただ対象となって、この対象を県調整本部で専門知識と合わせて選定をしますので、したがってこの方々が直ちにこちらに行くということにはなりません。そこは当然総合的に専門的な知識を持った方が調整本部等で議論をさせて、議論ってすみません、選定というプロセスを経ることになります。じゃあこういう方だと一応選定の対象になり、まあ、もしかし、まあ、必要を総合的に勘案して必要ならば入院だし、まあ、大丈夫そうだったら酸素療法っていう形っていう。93以下といってもいろいろありますので、92の人もいればもっと低い人もいろいろいるでしょうから、そこは当然専門家の目が必要だと思います。今現在は6点にでも入院できない人っていうのはいらっしゃるんでしょうか。現時点で昨日の時点になりますけれども、現時点で48時間を超えて入院が必要とされて入院調整をしている方はゼロになっています。先週時点では最大で10、失礼しました。今週において10というのもありましたけど、最大で現時点ではゼロであります。はい、
ありがとうございます。知事発表に関して質問のある方、どうぞ。すみません、日経新聞の岩崎です。抗体カクテル療法についてお伺いします。今回この臨時の医療施設として、まあ、開設するということですけど、まあ、この狙いとですね、まあ、知事はずっと抗体カクテル療法については使っていくべきだとおっしゃっていたと思いますけど、これについての効果はどれぐらい期待するかというあたりをお願いします。まず私ども専門家の先生方や海外の論文等によると、さまざまな海外の場合には日本で承認されているもの以外もありますけれども、抗体カクテル療法の効果というものが謳われています。で、我々としてはこれが実際にいくつかの失礼しました、いくつかの自治体等で その経験も含めてですね、効果があると聞いてまいりましたので、ぜひやりたいと。特に我々は今重症者が重症になる前に抑えることができるのであればということで、40代から50代程度の無症状軽症者の方々をやはり懸念していますので、我々が戦術的にターゲットとするところでありますから、しっかり使いたいということでまず考えました。それともう一つ、県内においてもこれ22日現在で若干古いんですが、32名の方々の治験を重ねる中で、それぞれのケースについて効果があったというふうに言われており、実は昨日の専門家会合においてもいくつかの症例について見ていただいて、その上で先生方にもご納得をまた改めていただいたところでございますので、まだ症例が少ないので、私どもとしてはまだ経過措置等をしっかりやる必要があると思ってはいますけれども、しかし期待は大きなものがあります。あとそれに関して政府の方は知事が前からおっしゃっていました、外来診療でもカクテル療法を使えるようにということがありましたが、で、政府も容認する方針ですけれども、そのあたりについては知事どうされますか。外来についても24時間の経過措置が条件というふうになっていますのが、確保できる場合というふうになっているので、現時点では我々は、外来というのは昨日聞いた話でございますので、我々もちろん要望はしてましたけれども、今はその経過措置をホテルでできるような体制を構築させていただいて、そして徐々にできれば移行したいというふうに思っています。いずれにしても軽症の方ですから、この軽症の方で仮に重症や中等症程度見ていただく病院の病床を占有してしまうのは、必ずしも現状では私は適切ではないと思っているので、こういった可能な限り、ただし安心じゃなきゃいけないので、とにかく処方したらどうにでもいいって話じゃないので、しっかりとした体制が組める範囲で徐々に外来等に移していけるように検討を進めていきたいと思います。すみません、酸素ステーションの設置についてなんですが、以前は酸素ステーションの設置について知事にお伺いしたときは、この酸素ステーションのようなものは危機的状況、本当に危機的状況の時のものであって、それは作る考えはないみたいなのを言われてたと思うんですが、今回やっぱり作らざるを得ない状況に至ったことについて知事の受け止めをお伺いしたいんですが、あの時の多分ご質問は、他の自治体において酸素ステーションを整備して入院をさせないという、させないというか入院しなくて酸素ステーションで対応するという、そういったことを前提にご質問になられたと思います。我々は酸素ステーションで処置をすればいいという考え方は持っていなかったので、したがって必要な方には入院していただきたいと、これが一番重要なことです。で、今においても非常に危機的状況にあります。で、その通りなんですが、今をもっても入院の前の、要するに必要でなければなるべく酸素ステーションに行っていただきたくないわけで、入院の前の臨時的な措置として酸素ステーションを使うと申し上げているところでございます。で、こういった酸素ステーションを整備せざるを得ないほど拡大をしたというのは、正直、国の想定が正しかったかどうか分かりませんけれども、それを超える余裕を本来持っていたわけですから、そこに以上、それ以上のものになったというので、極めて強い危機感を持っています。
そしてもう一つ、酸素ステーション、整備はしますが、可能な限り使いたくない、これが我々の気持ちであります。ありがとうございます。他に、これ、知事発表以外でも質問ありましたら、どうぞ。いや、宮川さん。すみません、朝日新聞の宮川です。いくつか伺います。昨日夜にその宿泊療養、宿泊自宅療養者支援センターで、やっぱり一部の方に健康観察が行ってなく、うまくできてなくて、で結果的にその自宅療養の方が、自宅療養士という形ではないというカウントですけど、亡くなってしまう事例が発表されました。漏らしてはいけないというか、一番重要な役割のところが、できていなかったということなんですけども、これについての受け止めと、それ以外のケースっていうのは、こういった事例今後、今把握されている限りで出てきうるのかどうなのか、そのあたり今お考えを教えてください。まず講談からお話をさせていただくと、出てこないように最善を努めるべきであって、そのために何が必要かというと、これは無尽蔵に人材いるわけではないので、やはりしっかりと抑えていくという努力が同時に必要だと思っています。いずれにしてもその人材、あるいは体制という面と抑えるという両方から、これが出ないような体制を作っていくことが我々の仕事だと思っています。それからその前者につきましては、これは例のあれ、昨日の話ですか、昨日夜話題になったやつですかね、県の方でしょうか、についてで申し上げると、要するに連絡が来ないことをもって、アクションを起こさなかったというふうに聞いています。でこれは昨日も申し上げましたけれども、センターが過重な負担で、仕事ができなくなっている。ただその中でもお医者さんにつなぐという仕事だけはしっかりやってほしい、優先してほしい、このように我々としては従前から申し上げてきたところ、そういった役割が、確かに連絡は来てないんですけど、ただそれを来てないことを思っておかしいと本来思っていただくべきケースだったと私は思います。でそれが果たされなかったというのは極めて遺憾であります。ただそれが起きないように、今昨日からかな、その仕事については今保健所の方に一旦引き受けていますので、ただ保健所も全部はできない体制ですから、これをその今体制の拡充を急ピッチで図っているところであります。今の質問でちょっと追加なんですけど、溜まっていて、これが本当にその健康観察なりができていたかどうかというのが、まだその今入って、今後じゃなくてですね、今自宅療養されている方の健康観察がきちんとできていたかどうかというのは、洗い直しの作業もされていると思うんですけど、そこでそういったケースというのは今のところ出てきていないということなんでしょうか。現時点で私のところにまだ報告ありません。今後それはだから、まだ出てくる可能性はあるけど、わからないというような状況ですね。新たに出てきたのは、これはもう皆さんに申し上げているんでしょうか、新たに出てきたのは、要するに療養の終了の報告がなかっただけではなくて、療養の収容の通知が一部行ってなかったケースはあると。ただこの昨日申し上げたと、現時点では現時点というのは昨日の時点ですね、で確認した時点ではそこはメール等で通知されているといったケースは洗い直してきましたけれども、それ以外まだ全ての全貌についての報告は今現時点ではまだありません。ただ現時点での話で言えば、その報告は上がってきていません。でいいんだよね、ある報告あった、はい、ということです。で、ある意味広い意味で言うと、健康観察が、うまくできていなかったとも言えるんですけど、このあたり知事はいつ把握したのかということと、やっぱりその途中でですね、やはり委託しているとはいえ、県としての監督というんですかね、で実際に想定よりもはるかに多い自宅療養者の数が出てきている中で、その県としての監督責任というか、その問題点を、どんなふうに考えているのか、改めていいですか。まず第一に、想定外の人数が起こったこと、これはご理解をまずいただきたいと思います。その上でなんですけれども、その前にすみません、いつ把握したかということですけれども、先週の時点で数字がおかしいということが気づきました。これは理由はまたちょっと別としてですね、で療養者が異様に多いと、でそれからその
皆さんもお気づきになったかもしれませんけど、私も数字パッと見て、先々週が8000名、先週が1万名ですから、1万8000、要するに、週の、新規陽性者が、で200人足すと1万8000名のはずなんですけれども、200人程度の、重症者がいますので、それを引いても通常10日で退院するとすると、1万8000と1万3000って数合わないですよね、例えば。2万3000と失礼、1万8000か。数が合わないので、これパッと見て私もこれおかしいって気がついて言いました先週。でそこでそれも含めて、担当の部局と話をしたところ、センターの方で業務が滞っていますと。でそれについては数字の報告が遅れています。これが先週の時点です。でそこで、センターの方に、これをすぐにやれという話をしたところ、大手のグループ企業なので人員も投入して、数日のうちにこれをあくまでも誤ちであったので修正しますと、こういったまずは報告がありました。その時点でだったかな、これ三重川さんのご質問だったと思いますけど、私センターでの業務が滞っていることは認めざるを得ないって覚えていらっしゃいますかね。それが実はその時点であります。で私どもとしてはそれを訂正されることを待っていました。これは当然これだけ業務量が増えると、これはあってはならないけど仕方ない場合もありますと思っていました。ただその後数日経っても連絡が来ない、報告が来ない、でこういった状況の中で広い意味での健康観察とおっしゃいましたけれども、その広い意味じゃなくて本当の一番大切なところに影響が及んでしまうと困るので、したがってそこについてはまずしっかり確保して、でこういう危機的状況なので数字が合わないこと本当に県民には申し訳ないけれども、それは後に置いといたとしても危機的状況の中で人の命に関わるところだけはしっかりやると、こういう指示を行うとともに他の事業者等を例えば投入することによってより良い、もしくは仮に最終的な結論としてその事業者、当時まだ判断してませんでしたけれども、が能力が不足しているとすればそこを補完するような措置を行い、これが大体先週末ぐらいまでの経緯であります。で今週になっても連絡が来ないということで我々として公表させていただいて、そして、昨日の時点で、保健所にその新しい仕事、今古い人数はその企業がやってます、整理は新しい仕事については保健所の方に引き取っているというのが経緯であります。これが私の知っているすべてです。すみません、一番聞きたかったのは要するにその自動家電があってそれについて返答がないで、そこで本来はセンターが問い合わせをしなきゃいけないところができていなかった、やっぱりこれ健康観察ができていなかったんだと思います。でそれについてやっぱりその県の把握がやっぱり遅れたんじゃないかなと思っているんですが、これについてだからそのつまりその県の責任というかですね、ガバナンスというか監督について知事はどんなふうに考えているのかというと聞きたいんですけど、遅れた本来あるべきその業務を当時その我々はなされていると思っていました。でもちろんあるものを報告する際で、彼らないものについてきちんと本来やるべきもの、このステップが行われてなかったということについては先ほど申し上げたとおり大変、遺憾であります。彼らに対してはしっかりと責任を果たすよう我々求める必要があると思っていますし、そこについてその先ほど申し上げた命に関わる部分ができていなかったという意味では県としての監督責任があると思っています。わかりました、ありがとうございます。どうぞ。埼玉新聞新井と申します。モデルナワクチン の一部使用停止についてお伺いいたします。今朝未明厚生労働省の方から、ワクチンの一部に異物が混入しているのではないかということでモデルナ製ワクチンについて使用を見合わせるようにという通知があったというふうにお伺いしております。県では大規模接種センターでモデルナワクチン使用されていますけれども、でもう県のホームページでは対応について発表されているのは存じ上げているんですけれど、改めましてこの知事の受け止めとですね、今後 の接種計画について何か影響があるのか、県の対応について教えていただけますでしょうか。まず先にすみません、事実関係だけちょっと説明させてください。実はこの件については今朝7時半過ぎですかに武田薬品の担当者の方から政府から発表があったのとほぼ同じ内容の連絡がございました。で県では南部にある失礼北浦和にある
南部ワクチン接種センターでモデルナ社ワイ製ワイのワクチン、ご指摘のものが、接種をしていました。でその中に陽性にあったロット番号3004667のワクチン配送を受けていました。このロットは700バイアル、つまり7000回分でありますが、これが8月の10日に配送されており、その3日後の13日および20日に県の薬剤師が変色や異物混入がないかチェックをいたしました。でその結果19バイアル、つまりその1バイアルが10ですから、この19バイアルに、つまり190回分に異物が混入していることを確認をしました。そこでこれを使用せずに武田薬品に回収させました。で、この8月17日16時15分に受付をされた方からこのロットを使用した接種を行っています。つまり19バイアル分は異物があったので、これは武田薬品に言って回収をさせて、その他の異物が確認されていなかったものについて使用をし、8月の17日16時15分から8月の24日まで計6540人の方に接種を実施をいたしました。で県では薬剤師が前日までに重点的にチェックをしておりまして、接種当日に注射器にワクチンを充填するタイミングでも2度目のチェックを今度は看護師が行うというダブルチェックをしておりまして、これまでの接種ではすべて異物混入がない二重のチェックを経たワクチンを使用をしています。また武田薬品によると、このロットで本件に関連して発生したとみられる安全上の懸念に関する報告はないということであります。したがって、ただし万が一何かそのこのロットを打った該当する方で健康上の不安があるという場合には、医師にご相談をいただきたいし、また埼玉県の新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口でも相談を受けています。そしてすみません、これが事実関係です。その上で今後の接種およびその影響でございますけれども、まず残ったのが27バイアルあります。でこの27バイアル分については武田薬品から使用を見合わせるよう依頼があったため、使用を中止しております。またそれ以外のロットについてはやらせていただいてますが、今日はアストラゼネカを打っている日なんでね、したがって昨日今日はアストラゼネカをこの北浦の会場では打つ日になっていますので、当面昨日今日ではこのモデルナの製品について使用している実績はありません。またこの当該ロットと異なる、要するにその異物が混入したという報告があったものと違うバイアルのワクチンは一定程度納品をされているため、今後予約のキャンセル等を行う予定はなく、接種を継続する予定であります。ただこの返す分のワクチンとかのバイアル分が減りますので、そこについては改めて交渉をしていかなければならないと思っていますが、現時点では調整中であります。読売新聞、豊川です。ちょっと話題変わって、すみません、自民党総裁選が選挙戦になる見通しです。で、まあ、事実上総理大臣決める選挙となります。で、まあ、政府与党は今のところコロナ対策の批判もあって、まあ、支持率も下げて、いるわけですけれども、まあ、どのような政権になろうと県はコロナ対策で連携していくことになると思います。まあ、どんな選挙戦期待するか、まあ、望むか、お考えあれば。自民党の総裁選についてはご指摘のとおり、まあ、その前に選挙がない限りにおいては直ちにそれが 総理大臣を選ぶ選挙になる可能性が高いんだろうと私も思います。で今行政として最も厳しい、最もその直近で直面をせざる対応せざるを得ないのはやはりこのコロナ対策であります。でどういう選挙戦になるかは私も分かりませんけれども、ただ地方自治体の立場で、しかもそのコロナ対策を行っている立場で申し上げれば、可能な限り空白は少なくしてほしい、
今日も報道で予備費の話ありましたけれども、ああいったことはしっかりと対応した上で、選挙戦等に与党として、与党のその総裁選ですから、臨んでいただきたいと思います。影響をとにかく少なくしていただくことが、我々の希望です。すみません、酸素ステーションのことをもうちょっと少し教えていただきたいんですけど、これは県内4カ所っていうのは東西南北みたいなイメージなんでしょうか。あと9月1日から上尾の方で開設されるということなんですが、その他の3カ所については9月中には開設したいっていうお考えなんでしょうか。場所については、実は県の医師会との調整が行っていますので、我々が場所を決めて入って話ではございません。今調整している最中であります。で、9月1日をめどに上尾で開設する以外の3カ所につきましては、可及的速やかに、とにかく早めにやりたいというふうに考えています。他大丈夫でしょうか。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。